薩摩が江戸に来る、何をしに参るのじゃ。ご政道改革のため。江戸へと向かう久光と天皇の使者である勅使は幕府への三つの命令を携えていました。その一、将軍家茂の上洛。その二、薩摩ら有力諸侯の国政参加。その三、一橋慶喜、松平春嶽の幕政への登用。それは久光の意向が強く働いた内容でした。朝廷が幕府に改革を指示するという前代未聞の事態。薩摩の立脇と徳川の天璋院、二人の友情の行方は。
。